ヘッドライダーの赤川俊太です。自分がゲレンデをクルージング、イージーに楽しむときに使うボードバワーハウスについて紹介したいと思います。こちらのボードは高速でも低速でも、どちらでも、楽しめます。ミドルフレックスで扱いやすいです。なので、今日はちょっとイージーにゲレンデをクルージングしたいなっていう時にこちらのボードを乗っています。でレベル的には、初級者の方、中級者の方におすすめなんですけど、長さを上げて、上級者の方だったり、もっと楽しみたいな、スノーボードを、イージーにカービングだったりゆっくり楽しみたいなっていう方にとてもおすすめになっています。自分みたいにいろんなことを、特にカービング要素を含めて楽しみたいなという人はパワーハウス乗ってみてください。